番第32回アイグランプリがあります。さあ最後にファンの皆様に一言お願いします。明日はそのレオプンの2009年のグランプリがありますので、まあ、花火の場所は分からないですけど、またお会いできないとします。はい、岡崎香織氏でした。ありがとうございます。以上で本日のメインゲスト、8枚花火大会第1回、稲島商工場組織を終わります。ありがとうございました。